江戸小話、猫じゃない。店に美しい嫁が猫を抱いて座っている。店の前を通った若い衆が、おい、見ろよ、きれいな猫だな。あんな猫が抱いてみたいな。猫がそれを聞いて、にゃんと言うと、嫁が猫の頭をたたいて、バカだね。お前のことじゃないのに。